はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。これはね、ある女性の体験談なんですが、彼女の実家のおばあちゃんが亡くなったそうで、で遺品の整理などをしていたんですけれども、その中に一つ、毎日部屋に置いて使っていた大きな鏡があったそうなんですよ。でたまたま大きな鏡が欲しいなって思っていた彼女は、その鏡をもらったそうなんですけれども、そこから彼女の周りには異変が起きるようになったんだそうです。彼女は自分の部屋にその鏡を持ち込んで普通に使っていました。で初めは何も感じなかったそうなんですけれども、いつしかね、自分以外の何者かの気配のようなものを感じるようになってきたんだそうです。で特に何かを見たとかいうわけではなかったんですが、なぜか誰かの視線を感じ始めていたんだそうです。でもね、どうせ気のせいだよなって思ってしばらく我慢していたそうなんですけれども、その気配っていうのは日に日に感じやすくなっていった、強くなっていった。そしてだんだんとその気配を感じる場所っていうのが特定されてきたんだそうです。それはどこかっていうと、鏡の置いている部屋だなって分かったんだそうです。鏡との関連性についてはよく分からないけれども、自分の中で何か最近変わったって言えば、この鏡を置いたことぐらい。それ以外は生活環境に何ら変化がなかったわけです。でも鏡を置いたぐらいでなぜこのような気配を感じるようになったんだろう、そう思うと自分の考えすぎかなとも思ったんだそうです。そんなある日、友達と旅行に行くことになったんですが、その際に鏡を見ながら、髪を整えていった時に、鏡越しに何か黒い影のようなものが自分の背後に映ったんだそうです。とっさに彼女は後ろをファッて振り返りましたが、その時は特に何もなかったんだそうです。今の何と彼女は気味が悪くなって、鏡にタオルをかぶせて見えないようにして、でその日は出かけたんだそうです。で気味悪さはあったものの、友達との久しぶりの旅行だったんで、楽しさですっかりね、その鏡のことはね、いつしか忘れていました。でそしてその日は予約していたホテルに泊まることになったわけです。で日中の楽しかった出来事をね、振り返っているとあっという間に夜中になってしまって、さすがにそろそろ寝ようっていうことになって、彼女はね、歯磨きのために洗面所に行ったわけですよ。そこでね、鏡を見て今朝の出来事を思い出したわけです。でもさすがにあれは錯覚だよなと自分でも思い始めていて、でさっさと歯磨きを終えて寝ようとそう思って、ふと鏡を見ると、自分の後ろに真っ黒な影、影じゃない、髪の長い女性、それはね、顔のほとんどが髪に隠れていて真っ黒になったような状態で、でも髪に隠れた中にも目だけはギョロッと見えたんです。彼女はもう怖くて、もう友達を呼ぼうと思いましたが、せっかくの楽しい旅行に水を差したくないっていう思いから必死に声を
押し殺して、で洗面所から出たんだそうです。なんとか友達に悟られないように、まあ気を沈めてその日は休んだそうなんですよ。で次の日になってもさすがに鏡のことが頭から離れなくて、まあ上の空状態で全然次の日のあの旅行は楽しくなかったんだそうです。一体鏡の中のあれは何だろうと、なぜ私に見えたのか、なぜ鏡越しにだけ見えるのか、あの存在もう本当に全くの謎なんだそうです。しかも家の鏡だけではなくて別の場所の鏡にも現れた。あれは鏡の中だけの存在だったのだろうか。彼女は全ての始まりはあの鏡からだ、そう思ってあの旅行から帰ってすぐ鏡を処分したんだそうです。それからはあのような現象は起きていないそうなんですけれども、現在の我々の生活にはね、もう鏡はなくてはならないものだし、彼女は今でもね、鏡を見る際にはまたあの女性が現れるんじゃないかっていう恐怖がつきまとって、鏡を見るまでかなり時間がかかるんだそうです。